ふかふかや。よかったね。よかったね。こんな感じでーす。あ、まだ全然な景色なんだ。いいか。はい、おはようございます。本日はですね、日本一周旅行九州編ということで、今現在ホテルに来ております。で、ホテルに来ててですね、今現在3日目なんですよ。で、鹿児島にいてるわけなんですけど、初日大分、2日目宮崎、そして3日目今日。初日の人はちょっとうまく連絡が取れなかったっていうところもありますし、あとそれ以外にもね、僕が大分来る前フェリーで今日来たんですけどね、嫁と一緒に。で、その時にその前日に会ってた大阪の人でね、もしかしたらコロナになったかもしれませんっていう人がいてはったから、あ、もしその人コロナやったら会うの気まずいなっていうことで、ちょっとまあ今回大分の方急なんですけど、もしかしたらコロナの可能性もあるんで一回やめときますって言ってやめといて、で、次の宮崎の人もそうなんですって言ってやめといたんですけども、大丈夫やったんでね、今からは鹿児島の方と、通常通りお会いしたいなということで急遽始まりました。もうこれで無理やったらこの九州旅行は夫婦だけで行こうと思ってたんやけど、問題なく行けそうなんで、行きたいなと思います。ちなみに今日お会いする方はですね、結構昔からインスタのコメントとかくれてる人やったんですよ。だからどんな人なんやろうなと思ってね、ずっと鹿児島来てください、鹿児島来てくださいって日本一周始まる前から言ってくれとったから、どんな方か楽しみですが、行きたいなと思います。え、これタッチなんだけど映ってるよ。やばいじゃん。じゃあ僕はサンダルで行こうとしたら嫁に怒られましたんで、車行って靴取りに行きたいなと思います。スニーカー、こんなおっさんみたいな格好して行かんといてって言われて幻滅されるからって言われたんでね、今から車行って靴とか取りに行ってきます。じゃあ行ってくるね。どうも。はい、はじめまして。めちゃめちゃ緊張します。じゃあまずお名前から。翔吾。翔吾さん。はい。翔吾さん年齢は？私30。30。はい。でも最初にそれこそ見てもらった動画ってどんな動画が多いの？多分自分がマウンテンライダーとかをまあ探した時に、武田さんの水をジャーってしてるような動画から入って、梅蔵さんとの Vlog がお好きなので。ありがとうございます。実際会ってみた感想とか、今はまあ大体1時間ぐらい喋ってたんですけど、感想はどんな感じですか？動画の方は仕事っていうか、もうきっちりかっちりしてる感じ、話してるのがすごく話しやすい。ああ、よかったです。なんか、もう感覚的には芸能人と喋ってる。いいところで終われます。はい、視聴者さんからこんなチーズケーキいただきました。私だ。お帰り。ただいま。はい。ありがとう。買ってきてくれたの？違う。これ視聴者さんがくれた。辛いもって何かしてる？お芋。違う。さつまいもって意味らしい。へー。こっちでは辛いもって言うねんて。そうなの。ありがとうございましたね。うん。お酢味噌入れてたね。いただきます。うん。新鮮なんですね。なあ、動いてんじゃないまだ。いい音。いただきます。うん。どう？おいしい。全然見えてない。こちら桜島があるんですが、おそらく見えてないでしょう。へえ。ちょっと遠いね。もういいよ、撮れた。うん、遠いよ、すごく。いいよ、さ。この後は、阿蘇山行くやん。うん。なんで阿蘇山行きたいの？なんか広大な感じみたい。桜島諦めてでも阿蘇山行きたかったの？うん。楽しみですね。はい。お願いします。はい。それでは到着しました。阿蘇山展望デッキでございます。阿蘇山、阿蘇山、阿蘇山、ザンザン。あれ、なんか気味や。寒いね。寒い。今
今山登ってきて多分おそらく5度ぐらい寒くなってるよね、うん、下と、うん、寒いです。さっき紅葉も綺麗でした、うん、はい、それでは夜になりました、今からですね視聴者さんと会いたいなと思います。この熊本ね、めちゃくちゃ栄えてるんですよ。だから今まで行った東北とかで言ったら仙台とか、あと中国地方で言ったら広島みたいな、それぐらい栄えてるからね、意外とね、人も多いし、すごいなと思ってるんですが、お店がこの辺です。あ、こちらですね、すごい立派な。あー、どうも。あ、今すぐ連絡しようと思ってました。はじめまして。はじめまして。角度です。今おいくつですか？27です。若いですよね、やっぱね。いくらです。僕の動画最初してるやつ、なんでしてるやつ？自分スニーカーがすごい好きなんですよ。あ、そうなんだ。どこもなんかスニーカー好きでノースフェイス着てるイメージがないですね。それってどんなのやろうっていうのを YouTube で調べたのがきっかけです。そのお会いさせてもらってどうですか、その印象。動画で見るよりおおらかだなって。ああ、なんかパキパキ喋るなって印象だったんですけど。なんというとこですか。せーの、サウナと天然温泉、雪見り天国、ユラックス。あ、はい、お帰りなさい。すごいな。よかったですか。よかった。着替え取ったらさ、すいません、拓造さんですかって言われて、いや、そうですって言って、いや、ずっとそうかなと思ってたんですけど、着替えてるとこずっと見とったら、アルパインライトパンツ履いたから絶対そうやと思って声かけたんですよ。確かにそれ前からずっと見られてる気がしとってん、でそんながな、なんかな、自意識過剰かもしれんけど、もう何人か見てくれてる気がしてんな。そう、自意識過剰だよきっと。で、今から視聴者さんに会ってきます。もう寝癖直すのめんどくさかったから、もう見てください、寝癖のままいっちゃおうということでね、行きます。ということで、その前になんですけど、今日の部屋こんな感じ。あとそれとね、さっきなんか嫁子が寿司行きたいって言ってね、寿司行きます。お、見出せた。普通のマンションみたいでございます。開け出せた、急げ。どうですか、ここからちょっと料亭とかが多いんですか。本日の寿司はレッゼロ次回こちらですね。君はこれさ、5時以降もおる。いや、もうすぐ帰るよ。昼寝かけてないって。あ、そうね、行こうか、いただきます。どうも。もう長崎らしいと代表する魚ですよ、平間さん。平間さん、はい、コリコリっとしてね、長崎の魚の食感があるこのヒラスに集結してますからね。うん、本来やったらね、お寿司にはもう一晩ぐらい寝かしたぐらいが、もうシャリと馴染みやすいんですけどね。まあ、これは長崎の魚を食べる感じで。うん、で、こんなもんになったけんね。あ、はい。あ、全然、ありがとうございます。全然です、全然です。もう軍艦作ったけどね。全然です。ありがとうございます。どうでしたか、久々のお寿司。美味しいでした。よかったよかった。元気になった。うん、膨れた。膨れた。うん、お腹いっぱい。お腹いっぱいですね。うん、君、お腹いっぱいになって栄養になった後は何するんかって言ったら、歌歌ったりして消費するんだよな、大体な。意味のないことにカロリー使ってくれるな。意味のなくない。じゃあ、この後は、掃除さんと会いますので、君はゆっくりしといて。いいですか。あ、なんかやってるよ。あ、それでもいいな。そうする。なんで。え、なんか、ブラブラしたいやったらそっちでいいよ。ブラブラしたい。うん、まあ、そうかな。1時間でしょ。うん。一人で遊ぶ遊びでブラブラしたいわ。ブラブラする。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい、お名前からお願いします。はい、シューでお願いします。シューさんは、長崎の方ですか。そうですね、長崎のちょっと離れてます。ポップアップを来ていただいて、はい、だから今年2回目会ってるってことですね。そうですね。メインチャンネルはそもそも何経由で見ていただいたんですか。ゴアテックスとハクノースですね。タクノさんの動画見て、でもケンシロウかラオウか2回目今回会ってみてどんな感じですか。印象的には、印象的にはやっぱりもう、まあ、動画のもうそのままなんかめっちゃいい人って感じ。いや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 、なんかすごい親近感もあったり。はい、ありがとうございます。焼き肉前のダンス、え、撮ってないでしょ。撮ってるよ。嘘、行く行く行く。Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's a way I can not. なんか頭痛いってことかよ。現在佐賀へ到着しております。そして佐賀牛を食べようとしているんですが、昨日どうでしたか。夜景綺麗でしたか。よかったね。花火も見えたし、視聴者さんも前回会ったことある人やって、あの東京のポップアップで上野さん覚えとったな。こちらハラミでございます。ポン酢でさっぱり食べてください。次いたんですね、これ。これ さて夕方になりました。さっきまで寝ておりましたけどもね、寝てたら嫁さんに飛び起こされて、ぴったり6時です。店の前で待ってくれてるらしいんで、なので急いでいきたいなと思います。で今ね、あの店の場所調べたら奇跡的ホテルの目の前、助かったなと思ってね。たまにちょっと歩いて15分ぐらいの時あるんやけど、その時はもう絶望、あーもう終わったってなるけど、今日はたまたまやけど目の前からね、チーンって降りて開いた瞬間プチャーって入っていかなあかんから、そんなことで行きたいなと思います。あの多分お店のはずですわ。すごくないですか、佐賀駅の目の前。そして佐賀駅の目の前のホテル。ではお名前からお願いします。林です。林さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。林さん、年はおいくつですか。今年30になりました。最初僕の動画見てくれたきっかけは、あ、ケージシリーズ、あとハワイの動画もちょうど気になっとったんで、ちょっとできた感じで。あ、ここの人レイジの人やんみたいな。あ、そうですね。まあ、初めてお会いさせてもらったんですけど、はい、印象的にはどんな感じでした。もっと怖い人やと思ってましたあっさりしてる。でもね、ちょくちょく言われました今回も。一人じゃなくて挨拶ですまあそうですね。はい、おはようございます。佐賀の朝ということで、今からね、チェックアウトして、糸島での方にね、福岡糸島の方に行きたいなと思います。梅藤さん、いいですか。うん、喜びをちょっと手で表してもらっていいですか。うん。あ、出てきたぞ。大丈夫ですか。大丈夫でした。喜んでねんな。はい、では糸島の方に行きたいなと思います。ランチです。それでは夕方となりました。今から視聴者さんに会いに行きたいなと思います。いつもね、夕方まで何してんのって言われると、ホテルチェックインしてすぐ寝ております。だから、だいたいこの時間寝起きでございますのでね、あんまり声も出へんですけど、頑張っていきたいなと思います。それで行きます。じゃあ、よろしくお願いします。上畑さん、今年いくつですか。今年28。今年28。まあ普段釣りやられるってことなんですけど、はい、僕の動画見たのって最初は何やったんですか。最初は多分バルトロを買いに行くか、確かなんか30代の何気ない一日みたいな、はいはい、平凡な一日で、あんなんでしょ、はい、いや、
あんなばっか見てました、むしろ。逆に。もう3年とかぐらい前だからね。ありがとうございます。実際あのお会いさせてもらった感じのイメージとかどうでしたか？本当動画で見てると思う。ああ、お前、はい、めっちゃかっこよかった。そう言わせてみたいです。すいません、ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。はい、ということでね、最終日終わりました。今からあのフェリー乗って帰りたいなと思います。フェリーがこんな感じです。今外がね北九州なんですけど、ここからフェリー乗って明日の朝一に大阪へ到着という感じなんですが、もう振り返ってみるとね、どうでしたか？楽しかったね。前半の大分とか宮崎の行動はね、あのちょっとお会いできん方もいらっしゃって申し訳なかったんですけども、まあ、鹿児島から無事いろいろ会えて、桜島もあんな近くに見てね、うん、よかったよね。で桜島ね、毎日噴火してるって言って、なんか火山のなんか何やったっけ、火山灰が毎日降ってくる言うてな、うん、車もめっちゃ汚れますよ言ったけども、うん、街中もちょっとだけそんな感じで汚れたりしたし、あと西郷どんも見たし、それ以外やったら次は熊本行ったんか、馬刺しも食べたしな、うん、で意外とあれやろ、ユラックスよかったよ。ユラックスよかった。何がよかった？サウナ。普通温泉ってさ、外に行くときさ、ドアがあっても区切られてるじゃん。だけど開放やったかな。そう、開放的にドアなくて普通に外と中がつながってるみたいな。これあの水風呂のマットバックスボタンを押して溺れてたけどね、うん、あ、そう、一人で誰も女子そんな押してなかったよ。あ、そう、結構やってたよ、みんな男の人らは。へー、溺れてました。で、その後は長崎行ってね、お寿司、長崎寿司っていうのがね、うん、ありましたけど、広正やったっけ、正広やったっけ、なんかそんな感じの名前やんな。そうそうそう、そういうお魚があって、まあ、基本的に全部もう醤油が甘いっていうところでね、お寿司だけじゃどうなるかなと思ったけど、意外とあのお寿司はなちょっと辛いっていうか、あの関西とかと同じような感じだったから食べれたけど、あれで甘かったらちょっと食べられんかったかもしれんけども、うん、美味しかった。平政だ。平政か、うん、でその後に佐賀行って、佐賀牛でね、油でお腹いっぱいになってね、うん、その辺ぐらいからもう毎日パン食べてたよね。なんでかしたけど、うまいパン屋があってな近くに、うんうん、でパン屋佐賀でも行ったし、今日も行ったしな、うんうん、明太子のパン屋さんな、福岡の有名な、ストックパン、パンストックね、パンストックね、パンストック、ストックパン略して、行ってきましたけどもね、そういったことで九州旅行、非常に楽しい思い出になりました。ありがとうございました。次回はね、関東ということで、もうそれで最後フィニッシュでございます、うん、で、フィニッシュで視聴者さんと会うのはそこで終わりなんやけど、あ、もう船が出る言うてますね。はい、まあ、今回ねお会いさせてもらう方も非常にいい方ばっかりやったんで、九州も楽しく過ごせました。ありがとうございました。次回また関東でお会いしたいなと思いますので、関東車で行こうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、約1週間の旅、九州旅行ということになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。